あの、いきなり話しかけてごめんなさい。警視庁の警部さんですよね。よかった、お目にかかれて。警視庁を訪ねたんですが、危うく行き違いになるところでした。明日から定年前の有給消化に入られると伺ったもので、その前にお会いできてよかった。あ、すいません。いきなりペラペラ喋ってしまって。私、猿渡まりなと言います。はい、猿渡です。そうです。猿渡俊介と野村真紀子の娘です。ありがとうございます。覚えていてくれたんですね。父の俊介は随分昔に北海道で捜査のお手伝いをしたとか。母の真紀子もその事件とは関わりがあったと聞きます。それで、いきなり押しかけた理由なのですが、あなたにどうしてもお伝えしたいことがあって。実は、父のことなんです。ありがとうございます。お付き合いいただいて。それで、話の続きなのですが、父が倒れました。何か事件に巻き込まれたようです。私は東京の大学に通っているので、電話で母から聞いただけで、詳しいことはまだわかりません。ただ、話を聞いて思ったんです。父が巻き込まれた事件というのは、37年前のオホーツク事件と何か関係があるんじゃないかと。そうです。父がお手伝いして、あなたが解決した事件です。はい、どうしてそう思ったかですか？それは、ニポポ人形です。はい、北海道土産でよく見かける、あの木彫りのニポポ人形です。以前、父に聞いたことがあります。あの人形は、オホーツク事件と大きな関係があるそうですね。母が言うには、そのニポポ人形が消えてしまったそうなんです。父が倒れたのと同時に。お願いします。私に37年前の事件、オホーツク連鎖殺人事件のこと、教えてくれませんか？北海道に向かう新幹線の出発まで、まだ時間があります。それまで、少しだけでもお話を。あの、ちょっと、どこへ？おや、ボス、電話みたいですね。はい、もしもし。ボス、大変です。東京湾に男の死体が。警察の捜査はもう始まっていますが、
この辺りは釣り人もいなくて寂しいところですね。犯人は現場に戻るですか？しかし怪しそうな人物は周りにいませんよ。犯人は…では、辺りにいる人に聞き込みをしてみましょう。2日前に若い女性がこの近くでひき逃げされたそうです。でも、単なるひき逃げですから関係はないと思います。捜査を見に来ている 2,3 人に当たってみましたが、事件を目撃した人はいなかったんですよ。怪しそうな人物は周りにいませんよ、ボス。捜査を見に来ている 2,3 人に当たってみましたが、事件を目…死体を発見したのは海岸を散歩していた高野さんという人ですが、死体を発見し…ええ、犯人を探すのが我々の仕事です。でもどうやって？まだ身元が分かってないので、家族がどこにいるのか。ちょっと高野さん。なんだよ。彼が死体を見つけた人です。今朝10時頃かな、海を見ながらブラブラ歩いていたんだよ。最初は大きなゴミが海に浮いてるなと思ってよ。けどよく見ると人の形してるでねえの。そんで慌てて警察に電話しただ。俺が話せるのはこれだけだなよ。ちょっとた…なんだよ。彼が…けどそんで…彼は近くの倉庫で働いている人です。彼を疑うより、まず被害者の身元を調べないと。まだ証拠になるようなものは何も持っていませんが。なるほど。死体の顔写真を撮っておいて、それをいろんな人に見せて聞き込みするわけですね。では撮ります。もうこの人の写真は撮ってあります。船をつないでおくための係留杭です。本館に何をする気ですか？君、我慢しなさい。警部の命令だからね。おかしなものは持ってませんよ。あくすぐったいでねえの。やめてくれ。おかしなものは持ってませんよ。沿岸の工場地帯がどうかしましたか？被害者は50歳くらいの男で、胸をピストルで撃たれています。死後4、5日といったところでしょうか。被害者は死
調べてみましたが、手がかりになるようなものは見つかりませんでした。被害者は海に投げ込まれていましたが、直接の死因は胸に打ち込まれた弾丸でしょう。特に身元を証明するようなものは持っていませんが。おや、ポケットからチラシが出てきました。もう何も持ってないみたいですよ。キャバレールブランとあります。一応持っておきます。ボス、このチラシには電話番号が書いてありました。03-406-7166とあります。これがそうですが。彼は近くの倉庫で働いている人です。操作を見に、わざわざそんなもの見せなくても、ここにいる人たちには我々が刑事だって分かっていますよ。ではちょっと見せてきます。特に知ってる人はいませんでした。ではちょっと見せてきます。特に知ってる人はいませんでした。ボス、死体は鑑識に回されます。取るわけにはいかないでしょう。ええ、チラシはすでに持っています。はい、ルブランですが。え、警察？でもうちは明朗会計がモットーで、やましいことは何も。え、殺人事件？殺された人がうちのビラを持ってた？そんなこと言われてもね。はあ、店は高田馬場の栄通りですが、でもうちとは関係ないと思いますよ。ルブランですが。え、殺人事件？殺された人がう、そんなこと。はあ、でも。
栄通りに来ましたよ。この辺りはキャバレーなどが並ぶ繁華街みたいですね。ボス、あまりキョロキョロしているとバカみたいですよ。調べてみましたが、手がかりになるようなものは見つかりませんでした。調べてみましたが、手がかりになるようなものは見つかりませんでした。氷の名前が書いてあるだけです。特に変わったところはありませんが。では、辺りにいる人に聞き込みをしてみましょう。ボス、ルブランの場所が分かりました。この辺りではなかなか評判の店みたいですね。では、辺りにいる人に聞き込みをしてみましょう。特に手がかりになる話は聞けませんでしたよ、ボス。ええ、犯人を探すのが我々の仕事です。でもどうやって？彼は晴海の近くに住んでいます。こんなところまで来てくれないでしょう。ルブランに来ましたよ。ああ、いらっしゃいませ。呼び込みの男がいます。ここがルブランの入り口みたいですね。わかりました。ではちょっと見てきます。調べてみましたが、手がかりになるようなものは見つかりませんでした。中はかなり暗いみたいですね。ボス、入ってみますか？この男を調べるんですね。でも、特に怪しい人物には見えませんが。ちょっと殺人事件のことで聞きたいんですよね。さあ、私の知り合いには人殺しをするような人はいないと思いますが。ちょっとこれを見てくれますか？やだな、今更そんなもの見せて。一目見た時から刑事さんだって分かってますよ。ちょっとこれを見てくれますか？それは確かにうちの店のチラシですが。ちょっとこれを見てくれますか？ああ、この人なら覚えてます。確かルナちゃんがついた人だ。ちょっと殺人事件のことで聞きたいんですよね。さあ、殺されるような人にも心当たりがありませんが。ちょっと殺人事件。え？最近うちの店に来た人で怪しい人物ですか？でもお客の一人一人のことまでは覚えてないですよ。
ちょっと…え？でも…ちょっと、これ…あボス…ルナちゃんなら、店の中にいますよ。カメラを向けるのはやめてくださいよ。おい、やめろったら。ここには電話が見当たりません。こんばんは、あけみです。よろしくね。写真は勘弁ね。調べてみましたが、手がかりになるようなものは見つかりませんでした。調べてみましたが、手がかりになるようなものは見つかりませんでした。ちょっとこれを見てくれますか。へえ、しけたおじさんね。あなたのお父さんなの？ちょっと殺人事件のことで聞きたいんですがね。なにそれ、あなたたち刑事さん？嘘でしょ？ちょっと殺人事件のことで聞きたいんですがね。ねえ、そんなことよりもっと楽しいお話しましょうよ。ちょっと…ねえ、あけみちゃんとか言ったね。ちょっと調べさせてもらうよ。くすぐったいわ。もう許して。ではちょっと飲んでみますね。結構安物のワインだな。ああ、ここですね。くすぐったいわ。もう許して。いや、許さないよ。ほら、くちょくちょ。調べてみましたが、やっぱり普通のミラーボールですよ。刑事さんが私にどんなご用かしら。ちょっと殺人事件のことで聞きたいんですがね。殺人事件？でも最近私の周りでいなくなった人なんていなくてよ。ちょっと殺人事件のことで聞きたいんですがね。さあ、知らないわ。この人がルナさんみたいですね。特に気になるようなところはありませんが。ねえ、少しは落ち着いたらどうなの？キョロキョロしたって何もなくてよ。ルナちゃんとか言ったね。ちょっと調べさせてもらうよ。私を調べたって無駄よ、刑事さん。ルナちゃんと、あた、
ここですね。坊や、いい子だからこの手を離しなさい。行ってって。こんなところ調べさせないでください。煙たいじゃないですか。ああ坊や、行って。あら、写真は勘弁ね。ちょっとこれを見てくれますか。このチラシがどうかしたの。ちょっとこれを見てくれますか。ああ、この人、5日ほど前店に来た人だわ。もうすぐ大金が入るって言ってたのに、お勘定の時揉めちゃって。だから私覚えているの。ちょっとこれを見てくれますか。この人ね、やっぱり間違いないわ。この男について聞かせてもらえますか。すごくしつこい人でね、店が終わったら俺の旅館に来ないかって誘うのよ。冗談じゃないわね。え？その旅館？確か高田旅館って言ってたわね。高田旅館？さあ、この近くの旅館じゃないの？この男について聞かせてもらえますか？ねえ、もういいでしょ、刑事さん。ルブランの外に出ました。どこにあるのでしょうか。栄通りに来ましたよ。では、辺りにいる人に聞き込みをしてみましょう。ボス、高田旅館の場所が分かりました。ここが高田旅館みたいですね。いらっしゃい。お早いお月で。かなり古そうな旅館です。出稼ぎの人などがよく泊まるらしく、宿代も安そうですね。かなり古そうな旅館。じゃないスリッパですね。これひょっとしてトイレのじゃないですか。じゃないスリッパ。店なんかによく置かれているピンク電話です。かけるにはお金が必要ですよ。
電話のかけ方とか部屋の使い方とか宿の決まりなんかが細々と書かれた張り紙です。何をするんだす？こんなおばさんを取るんですか？ボスも物好きですね。ちょっと殺人事件のことで聞きたいんですがね。なんだす？あんたたちは。ちょっとこれを見てくれますか？あれまあ、警察さんだすか？この紙を調べるんですね。あ、でも特に怪しい人物には見えませんが。ちょっと殺人事件のことで聞きたいんですよね。さあ、そないなこと聞かれても。ちょっとこれを見てくれますか？おや、この人確かにここに泊まってましたけど、5日ほど前カバンを置いたままそれっきりで、なんと殺されなさった。わあわあ、ここがあの人の泊まってた部屋です。ほら、カバンも置きっぱなしで。部屋は意外に片付いています。割と几帳面な男だったのかもしれませんね。部屋は意外に、カバンがあるだけですが。何も見つかりませんね。窓の外はすぐ隣の家の壁です。とても人の通れそうな隙間はありませんね。テレビセットです。特に変わったところはありません。ごく普通のティッシュケースです。ゴミ箱は空っぽです。布団をめくってみましたが、特に手がかりになるようなものは見つかりませんよ。調べてみましたが、手がかりになるようなものは見つかりません。カバンの中を調べましたが、下着とタオルしか入ってませんよ。ここにいた男について聞かせてもらえますか？思えばおかしな人でしたわ。いつも昼まで寝てて夕方ごろ出かける。どっか遠くから来ていたらしいけど、東京に何をしに来たのやら。ここにいた男に、本当か、この部屋にいた男はどこか田舎から出てきて、そして殺された。ルナにもうすぐ大金が入るなどと話していたらしいし、何かきな臭いものを感じますね。この部屋にいたルナに、ボス、そんなことをしている場合じゃないと思いますが。ボス、一体誰を探していいのやら。困りましたね。
こんなところに人を呼んでも仕方ないですよ。こんなところを写真に撮ってもしょうがありませんよ。わかりました。持っておきます。おや、カバンの下にハガキが落ちていました。どうやらこのハガキはサラ金からの督促状みたいですね。金返せと書いてあります。わかりました。持っておきます。カバンの中を調べましたが、下着とタオルしか入ってませんよ。あ、そうか。ハガキの表の宛名を見ればいいんですね。北海道釧路市緑ヶ丘増田文吉。ボス、やっと殺された男の身元が分かりました。これで本格的な捜査が始められますね。物語はこれからです。東京からいらした警部さんですね。何でも東京で起きた殺人事件を調べにいらっしゃったとか。わしは北海道警の山部です。それにしても物騒な世の中になりましたな。こちらでも北流会というヤクザが妙な動きを見せてまして。まあそちらの事件とは関係ないと思いますが、猿渡俊介君です。道内では彼が相手役を務めますから、こき使ってやってください。よろしくお願いします。とりあえず釧路市内までご案内いたしましょう。というわけでわしはここで失敬させてもらいますが、事件が解決するよう祈ってますよ。では行きますか、ボス。釧路市内に着きました。さあ、どういうふうに捜査を始めますか。
ボスは北海道は初めてですか？僕はここで生まれてここで育ちました。なかなかいいところでしょ。特に変わったところはありませんが、最近北流会というのが活発に動いているそうですが、山部部長が言ったようにあまり気にすることはないと思います。では辺りにいる人に聞き込みをしてみましょう。特に手がかりになる話は聞けませんでしたよ、ボス。僕を調べるとはボスも疑い深いですね。でも変なものは持ってませんよ。僕を調べる、特に怪しそうな人物はこの辺りにいませんが、何を見せるつもりかは知りませんが、ここには見せるべき相手がいないようです。一応探してみましたが、この辺りにはいないようです。誰かいませんか？ボス、誰も来てくれませんでしたが、誰か！ボス、特に変わったところはないように思えますが、ここには撮るようなものは見当たりませんが、ここで写真を撮っても仕方ないと思いますよ。はい、ルブランのルナですが。あら、この前の刑事さん？今北海道ですって？捜査頑張ってくださいね。釧路駅の駅舎です。中にはデパートとか飲食街なんかがあります。客待ちのタクシーが列を作ってますね。釧路駅の駅、釧路駅の駅、調べてみましたが、釧路駅の駅、ここが釧路市内ですが、釧路市緑ヶ丘増田文吉と書いてあります。なるほど、これが殺されたという男の唯一の手がかりですか。これがそうですが、この辺りが緑ヶ丘ですが、おや、増田という人の家がありました。洗濯しているおばさんがいます。この人が増田の奥さんでしょうか。洗濯している、ちょっと名前を聞かせてもらえますか。増田太だが、なんだねあんたらは。この人を調べるんですね。特に怪しい人物には見えませんが、ちょっと増田のことを聞かせてもらえますか。うちの人なら東京に行っとるがの。
一応探してみましたが、この辺りにはいないようです。こんなところに誰を呼べというのですか？これは電気のメーターですね。見たところ郵便受けには何も入っていないようです。表札には確かに増田と書いてあります。古い洗濯機がゴトゴト揺れています。錆びた物干しにタオルなんかがかかっています。この人を調べるんですね。特に怪しい人物には見えませんが。ちょっとこれを見てくれますか？おお、こりゃうちの人だが。なんだって？殺された？そんな。ちょっとこれを見てくれますか？なんだ、あんたら警察かね。ちょっとこれを見てくれますか？これは確かにうちの人が金を借りたサラ金からのハガキだの。ちょっとこれを見てくれますか？あんた。ちょっと増田のことを聞かせてもらえますか？人に恨みを買うような人じゃなかったのに。この前もうちの人に昔世話になったという人がお金をくれたりして。お金をくれた人か？確か北浜の飯島幸男とか言っとったの。北浜といえば網走の東の方ですね。ちょっと増田のことを聞かせてもらえますか？うちの人がなんで殺されなきゃならないんだ。あんた。北浜の飯島幸男っていうだけで私は会ったことねえよ。北浜の飯島幸男。この人を取るんですか、ボス？私みたいなおばあさんを取っても仕方ないわな。ここには取るようなものは見当たりませんが。網走です。東京の人は網走というとすぐ刑務所を連想するかもしれませんね。でも見ての通り穏やかな街並みでしょ。特にこれといって目につくものはありませんが。何でも地元から阿久津という大臣が出るらしいですね。町はその評判で持ちきりです。では辺りにいる人に聞き込みをしてみましょう。特に手がかりになる話は聞けませんでしたよ、ボス。特に怪しそうな人物はこの辺りにいませんが。誰か
いませんか？ボス、誰も来てくれませんでしたが。一応探してみましたが、この辺りにはいないようです。特に変わったところはないように思えますが。よしよし、いい子ね。まっすぐ歩くのよ。ボス、犬に怒られちゃったじゃないですか。ボス、三角形の飾りが印象的なアーケードの屋根です。三角形の飾りが印象的なアーケードの屋根です。浜です。海辺にポツンとあるかなり寂しい駅ですね。駅員がいます。海辺にポツン。誰ですか？そんな名前の人は知り合いにいませんよ。え、飯島さん？じゃああんたたちも飯島さんが殺されたと聞いて。何を言ってるんです。今朝飯島さんの死体が浜に上がったって町中大騒ぎですよ。何を言ってるんです。誰ですか？ちょっとこれを見てくれますか？おや、刑事さんでしたか。やはり飯島さんの事件でここに。ちょっとこれを見てくれますか。見たことがあるような気もしますが、それがどこでいつだったまではどうもすいません。ちょっとこれ、それが、ちょっとこれを見てくれますか。ああ、ポストなら改札を出て。え、ポストの場所を知りたかったんじゃないんですか。誰ですか。特に変わったところはないように思えますが。ボス、お言葉を返すようで恐縮ですが、この人の写真を撮っても意味がないように思います。この駅員を調べるのですか？犯罪を犯すような人物には見えませんが。北浜ホテルだそうです。こんな寂しいところにもホテルがあるんですね。北浜ホ、この駅員をし、ルブラン、あら、今
浜ホテルです。ダブルでしたら8700円でお取りできますが。え、警察？いたずら電話はやめてください。飯島の身内の者は浜辺にいると思いますよ。呼ぶより行った方が早いでしょう。飯島の身内。この駅員を調べるのですか？犯罪を犯すような人物には見えませんが。この駅員。北浜の浜辺です。かなりの人が集まっています。すでに地元の警察が調べを行っているようです。警官の姿も見えます。すでに地元の近所の人の話では、飯島は最近妙にそわそわして落ち着かなかったということですが。では、辺りにいる人に聞き込みをしてみましょう。特に手がかりになる話は聞けませんでしたよ、ボス。みんな、かなり興奮しているようです。小さな町ですから、殺人事件なんて町始まって以来の大事件なのでしょう。みんな、小さな町。飯島幸雄はこの町の実力者だったようですね。彼には真嗣という息子がいるそうです。呼びましょうか。今のところ殺されるような理由がまだ見つかっていません。ボス、僕には手帳を見せて歩くような趣味はありませんが。ちょっとこれを見てくれますか？さあ。ちょっとこれを見てくれますか？何ですか、これ？ちょっとこれ。なんで？ちょっとこれを見てくれますか？見たことがあるような気もしますが、それがどこでいつだったまでは。どうもすいません。ちょっとこれ。それ一応探してみましたが、この辺りにはいないようです。ボス、犯行を目撃したって人は見つかっていませんが。お腹は膨れていないし、海水を飲んだ様子はありません。お腹は膨れていない。頭の後ろに鈍器で殴られたような跡があります。これが直接の死因でしょう。しかしボス、東京湾の死体はピストルで撃たれていたそうですね。この2つの事件は別の犯人の仕業でしょうか？頭の後ろに鈍器で殴られたような跡があります。これが直接の死因でしょう。この辺りには見つかりません。多分石のようなもので殴ったと思われますが。この辺りには見物人ですね。若奥さん風です。左の人は28歳くらい、右の人は30過ぎかな。と
何を言わせるんですか、ボス。見物人ですね、と。なあ、それ以上近づかないでください。足跡が消えてしまうので。なあ、あんたら勝手な真似はせんようにの。東京もんは遠慮を知らんから困る。お腹は膨れていないし、海水を飲んだ様子はありません。お腹はわかりました。これがそうですが。ちょっとこれを見てくれますか。これはそこで死んでいる飯島さんです。でもそれが何か。ちょっとこれを。これは。わかりました。飯島幸雄の息子、真嗣さんです。刑事さん、一体誰が親父を。ボス、何をのんきなことを言ってるんですか。増田。いえ、その名前に心当たりはありません。増田。この真嗣を調べるのですね。父親の飯島とは仲良くやっていたみたいで、真嗣には父親を殺すような動機はないようです。この真嗣を父親。そういえば親父、誰かに揺すられているみたいでした。いつだったか通帳から50万ほどなくなっていて、問い詰めてもそのお金をどうしたのか言わないんですね。さあ、誰に揺すられていたかは、大体どんな弱みがあったのか、それすら見当がつきません。さあ、大体。ちょっとこれを見てくれますか。刑事さん、今さらそんなものを見せて何のおつもりですか。ちょっとこれを見てくれますか。このハガキが親父の事件と何か関係があるのですか。え、わからないから聞いてるですって。でも僕にもわかりませんよ。ちょっとこれを見てくれますか。親父の写真がどうかしましたか。ちょっとこれを見てくれますか。これは源さんですね。髪型がちょっと違うけど、源さんに間違いないでしょう。ちょっとこれ。これは札幌すすきのの炉端焼き屋で働いている人です。店の名前は確かコロポックリだったと思います。そんな深い付き合いでもないので、コロポックリの源さんってこと以外はちょっと。結構昔かたぎの人だったと思いますが。そんな深い。結構
どうもご協力ありがとうございました。あ、もういいですか。では。札幌すすきのです。すすきののにぎやかな街並みです。ちょうど目の前にコロポックリという店屋が見えます。すすきののでは、あたりにいる人に聞き込みをしてみましょう。コロポックリは古くからある炉端焼きの店だそうです。特に怪しそうな人物はこの辺りにいませんが、近所の人の話によると、源さんという人はかなり前からコロポックリで働いているみたいですね。近所の人の一応探してみましたが、この辺りにはいないようです。源さんを呼ぶ気なら店の中に入ってはどうでしょうか。表から見たところはごく普通の店ですね。酒造メーカーの大きな看板です。すすきのといえばこの看板を思い浮かべる人も多いでしょうね。ボス、ボス、調べよ。ボス、おや、これは。表から見たところはごく普通の店ですね。コロポックリの店の中です。結構お客が入っています。かなり流行っている店みたいですね。結構お客こんなところに誰を呼べというのですか。一応探してみましたが、この辺りにはいないようです。源さんを調べるんですね。確かに増田によく似ています。北浜の神事が間違えたのも無理ないかもしれませんね。これは炉端焼きをこの上に乗せてお客さんに出すための棒ですよ。特に変わったところはないように思えますが、メニューを見る限り普通の炉端焼き屋のようです。今は見るだけですよ、ボス。源さんよりずっと若い店員です。新鮮な北の幸が所狭しと並んでて、どれも実にうまそうです。これは炉端焼きをこの上に乗せて
お客さんに出すための棒ですよ。源さんを調べるんですね。確かに増田によく似ています。北浜の新人。新鮮な。おや、これは。これはロバタ。なんだねあんたたちは。お客じゃないならさっさと帰ってくんな。なんだねあんたたちは。ちょっとこれを見てくれますか。旦那たち刑事さんですかい。わしが殺された。旦那、縁起でもない冗談はよしにしましょうや。さあ、そんな名前の人は知らねえな。しつこいね刑事さんも。知らねえものは答えられませんでさ。飯島ね、そんな名前の客もいたような気がするけど、やっぱりわかんねえや刑事さん。飯島ね、やっぱりわかんねえ。ちょっとこれを見てくれますか。ソロ金からの督促状ですかい。でもわしは金なんか借りていませんぜ。ちょっとこれを見てくれますか。これがわしに似てる。そうですかね。わしの方がよっぽどいい男だって思いますがね。ちょっとこれ。そうです。ちょっとこれを見てくれますか。さあ、こんな人知らねえな。お客の顔なんてよっぽど常連でないと覚えてないですよ。ちょっとこれ。さあ、源さんを調べるんですね。確かに増田によく似て。おっと、写真はご勘弁でさ。ここには撮るようなものは見当たりませんが。網走です。ちょっと待ってくださいボス。今パトカーに無線連絡があり、網走港に男の水死体が上がったとのことです。
特にこれといって。網走港です。ボス、これで3つ目の殺人事件です。どうなっているのでしょうか。この辺りの海はオホーツクです。潮騒のざわめきがまるで何かを語っているようです。この辺りの海は、辺りの人に聞き込みをしましたが、犯人を目撃したという人はいないようです。特に怪しそうな人物はこの辺りにいませんが、ではこの辺りの人にいろいろと見せて話を聞いてみましょう。ボス、誰からも特にこれといった反応を得られませんでした。一応探してみましたが、この辺りにはいないようです。え、こんなところに誰を呼べというのですか。被害者の内ポケットから財布と名刺入れが出てきました。財布と名刺入れ以外はこれといったものを身につけていません。紐のようなもので首を絞められた跡があります。しかし水を飲んでいることから、海に投げ込まれた時まだ生きていたと言えるでしょう。ボス、犯人は力の弱い人間、病人、あるいは女かもしれませんね。紐のようなもので、しかしボス、気分が。実は私、現場は初めてで。いえ大丈夫です、仕事ですから。彼は鑑識の人です。死因などを調べる人ですね。紐のようなもので首を絞められた跡があります。あれ、ではちょっと行って調べてきます。ボス、桟橋の途中までタイヤの跡があり、何やら重いものを引きずった形跡がありました。何か事件と関係あるのでしょうか。わかりました。お金が入ったままです。物取りの犯行ではないようです。お金が入った。白木雄九郎、東京都目黒区奥沢。被害者の身元です。もう東京には知らせたということですが、白木雄九、被害者の。ではこの財布をもらっておきます。
ボス得しちゃいましたね。というのはもちろん冗談です。では被害者の身元を示すものとして鑑識に回しておきましょう。ではこの財布を、というのはもうこの人の写真、この辺りの海、辺りの人に聞き、ではこ、ボス、釧路市内です。特に変わった、誰か、ボス、ここが釧路市緑ヶ丘の増田の家です。ちょっとこれを見てくれますか。え、これが飯島さんか。顔を見るのは初めてだ。ちょっとこれを見てくれますか。さあ、そういう名前の人は知らないね。北浜の飯島、さあ、そ、網走です。特にこれといって、え、こんなところに誰、北浜です。さあ、なんで飯島さんが殺されたのか、まるで見当がつきません。誰ですか。そんな名前の人は知り合いにいませんよ。誰ですか。ちょっとこれを見てくれますか。なかなか恰幅のいい人ですね。いえ、心当たりがありません。北浜の浜辺です。かなりの人が集まっています。ちょっとこれを見てくれますか。なかなか恰幅のいい人ですね。いえ、心当たりがありません。わかりました。飯島幸雄の息子、新次さんです。刑事さん、犯人はわかりましたか。ちょっとこれを見てくれますか。この人は見たことがありますね。確か親父の知り合いだったと。いえ、それ以上のことはちょっと。札幌すすきのです。コロポックリの店の中です。なんだね、あんたたちは。
ちょっとこれを見てくれますか。おっと、思い出した。あんたらこの前来た刑事さんだね。しつこいね、刑事さんも。知らねえものは答えられませんでさ。ちょっとこれを見てくれますか。もう勘弁してくださいよ。わしは地盤じゃねえが、この頃物忘れがひどくてね。ちょっとこれ。もう勘弁。あら、今。釧路市内です。網走です。網走港です。ではこの辺り。ボス、何でも東京にある大手のスーパーの社長だそうです。北海道には観光旅行で出かけたということですが。あ、ボス、待ってください。誰か来たようです。社長。社長、どうしてこんな姿に。ボス、何をのんきなことを言っているんですか。坂口達夫、白木社長の秘書をやっているものですが。坂口、聞いたことがあるような。聞いたことがあるような。でも刑事さん、なんだってそんな関係がない人のことばかり聞くんですか。社長、この人を調べるんですね。白木の秘書です。白木の不幸を聞いて東京から駆けつけてきたのでしょう。この人を調べる。白木の秘書。社長は摩周湖に旅行するって出かけたんです。網走に行くなんて一言も言ってなかったのに。どうして社長がこんなことに。私が聞きたいです、刑事さん。どうして。聞いたことなくても。刑事、ちょっとこれを見てくれますか。刑事さん、今さらそんなものを見せて何のおつもりですか。ちょっとこれを見てくれますか。何ですかこれ。ちょっとこれを見てくれますか。誰ですこれ。ちょっとこれを見てくれますか。あ、この人なら一度東京に来たことがあります。え、飯島って言うんですか。その時確か奥村とかいう人も一緒でした。二人とも社長の昔からのお知り合いみたいで。
ちょっとこれを見てくれますか？社長、なんで死んだのですか？私を支店長にしてくれるって話は。ちょっとこれを見てくれますか？ええ、奥村とかいう人と東京に来たのはこの人です。聞いたことがあるような。でも刑事さん、何だってそんな関係がない人のことばかり聞くんですか？社長、聞いたことでも、さあ、社長の昔の知り合いという以外は。え、この人も殺されたですって？さあ、え、さあ、奥村という名前しか。やはり北海道から来た人みたいでしたが。さあ、どうして社長。白木がなぜ北海道まで来て殺されたのか、その理由はまだ分かっていません。しかし、わざわざ東京まで行って殺された増田といい、この2つの事件は奇妙な符号を見せていますね。特に怪しそう。白木が、しかし、マシューコです。湖が見渡せる展望台です。二人連れの女性がいます。他には特にこれといったものは見当たりませんが、私は中山めぐみ。隣にいるのは私の友達の野村真紀子よ。でもそれがどうかしたの？わかった。あなたたちナンパする気なんでしょう。でも話題の出し方が下手ね。出直してきたら？わかった。でも増田？そんな名前の人知らないわ。マキコは知ってる？いいえ、知らないわ。飯島？そんな名前の人知らないわ。マキコは知ってる？いいえ、知らないわ。白木？そんな名前の人知らないわ。マキコは知ってる？いいえ、知らないわ。この二人を調べるんですね、ボス。ねえ、あなたたち何だって言うの？おかしな真似したら警察を呼ぶわよ。一応探してみましたが、この辺りにはいないようです。こんなところに誰を呼ぶ気ですか？ねえ、人がせっかく景色を楽しんでるのに、こんなところなんて言い方はひどいわよ。あ、すいません。おとなしい感じの服装ですが、可愛い人は何を着ても似合うな。
やだ、刑事さんたら。おとなしい感じの。やだ。彼女の方はちょっと派手めで都会的な感じです。ボスはどっちが好みですか？え、何か言った？ああ、何でもありませんよ。あの島は神が住むというカムイッシュの島です。でも事件とは関係ないでしょう。観光地によくある100円で見られる望遠鏡ですが、これがどうかしましたか？観光地によくある。彼女の方は。え？あら、写真を撮ってくれるの？じゃあこのカメラで撮って。はい、撮りますよ。チーズ。わーい、ありがとう。写真ができたらあなたたちにも送るね。あら、また撮ってくれるの？嬉しいな。じゃあこのカメラでね。はい、撮りますよ。チーズ。あら、また撮って。はい。ちょっとこれを見てくれますか？あら、あなたたち刑事さんだったの？あの、何か事件ですか？野村真紀子ですが。そして私は中山めぐみ。さっき言わなかったかしら。私は東京から旅行に来たのよ。失恋の一人旅ってとこかな。でも幼なじみの真紀子が北海道に住んでいたので電話して付き合ってもらってるわけ。私は北海道に住んでいますが、旅行なんてあまりしないし、めぐみさんから電話があって、一緒に回らないかって誘われて、それもいいかなって思いまして。だからね、私たちは旅行中なの。ね、マキコ。ええ。だからね、私たちは旅行中なの。ね、マキコ。ええ。マスダ？ちょっとこれを見てくれますか？そのハガキがどうかしたの？ちょっとこれを見てくれますか？さあ、全然知らない人ですわ。そうね、知らないわ。ちょっとこ、ちょっとこれを見てくれますか？見覚えないな。マキコ、知ってる？いいえ。ちょっとこれを見てくれますか？さあ、知らない人だわ。マキコは？いいえ、見覚えないわ。白木？だからね。ええ。ここには電話がありませんが。
ま、はい、取ります。ここには取るようなものは見当たりませんが。こんなところに。ねえ、こんなとこ。あ、一応探してみ、私たち怪しいものじゃありません。そうよ、マキコの言う通りよ。ボス、僕もマキコさんの言う通りだと思います。ボス、この二人は怪しくないですよ。ありがとう刑事さん、あなたなかなかいい男ね。ね、マキコ。あ、ボス、ありがとう。あ、他には、網走です。網走港です。